皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。鉄振りチャンネルです。今日はここ魚住駅に来ております。ここは JR 魚住駅2面2線の駅です。2面2線の駅でありながらも、このラッシュ時には1時間に5本10本と来る新快速快速をさばいていく仕様な駅となっております。奥からは1番乗り場を通過する列車がやってきました。電車ですね。新快速安行きです。次は、7時10何分発、11分発かな、の列車が来るようです。7両編成の列車、ですから加古川まで行くことのできる、普通電車がやってくるわけでございます。この朝の時間帯、ラッシュ時間帯というのはですね、225系、223系のみならず、快速、新快速以外に普通の運用に、各駅停車として207系、321系の7両編成が活躍していることになります。こちらの列車は7時11分発、普通加古川駅です。他の列車とは違って、この列車は各駅停車、いわゆる通勤用に設計されているため、ロングシートかつ1両に4つの扉が備え付けられています。なぜか朝の時間帯なんかは、このような7両編成の列車が今10分に1本ぐらいの間隔で来るわけです。だからバンバン来ちゃうんですよね。本当にすごいもんです。ホームの端まで行ってみましょうか。おー、なんか面白いやついるぞ。なんかテントウムシみたいな、ふざけてはないけどふざけた、なんかゴミ収集車、産業廃棄物かな、あれ産業廃棄物とかの回収するやつがありました。朝から餌を探し求めて小鳥がやってきております。あちらに見えるのは明石市コミュニティバス、タコバスというものでございます。あれは何ルートか知りませんけど、大きいので青葉台とかその辺だと思いますね。でもまだ7時何分とかいう時間帯なので、下りの方はあんまり本数が少ないという感じですよね。上りの方がやっぱり本数が多いということで、2、3分に1本は列車が来るという感じです。そんなことを言いながらもですね、意外とね空いているという。あ、でもホームの中ほどは結構混んでるかな。この駅はだいたい1万人以上が利用する駅でございますけども、この明石の周辺の駅と比べてはまあ少ない方と言えるでしょう。はい、
現在時刻が7時13分のわけでございますけども、朝からこんな撮影回してて、だいたい何時ぐらいまでやるんだって。で、まあ、私も学校がありますので、そんなに長いはしてられないということですね。まあ、入場券を買いましたよ。あ、なんか来た。まあね、先ほどお見せした通り、まあ、こんなような入場券を買ったわけなんですけども、ピンでは合わねえな。あ、このようなも買ったんですよね。ピントが合わないので、ちょっと、遠慮してきます。奥からなんか列車がやってきましたので、見ていきましょう。何が来たのかな？見た感じね、普通とか快速っぽいんですけど、快速っぽいんですけども。でまあ、快速というのは、舞妓たるみ、つまり通過するものと通過しないものがありまして、まあ、通過するものであると思いますね、多分おそらく。はい。スピード的には快速だな、あれ多分。あ、普通でしたね、ちょっと。いや、あれは西明石行きなのか、京都行きかな、高槻かね、わかんねえや。はい、高槻行きということで。まあ、7分待ってるわけでもございますけど、7分で、たった通過したりしたのは、3本しか見てないわけですよね。だから2分に1本だけなんですよね。上り下り合わせで。はい。もう少し、本数来ると思いますよ、これから。ではなかなかね、207系と321系の違いっていうのが見分けつかない人が多いと思うんですけど、今ここに止まっているのは321系電車。もともと結構新しい車両になりますね。はい、今度はハイエースですよ、ハイエース。ヒノポンチョが来た次はハイエース。いや、あんなちまっこい、なんかものが皆さんの地域の足になっているというのですから、まあ、驚きでございますよね。と来たらまた電車が来ました。はい、これもね、早速取っていかないといけないんですけども。いや、あれもどうせ下りか。あれもどうせ下りの普通だよ、本当に。7両しか来ねえよ。ということで、向こう行きまーす。本当に、このご時世困ったものですね。皆さん、密にならないように、間隔を空けるとか言いながらも、皆さん密になって満員電車乗っていらっしゃる。本当にどういうことかわかりませんが、まあ、会社に行くということは、日本人にとっては、まあ、かなり大事なことらしいですね。海外にとっては、まあ、会社に行くとか学校にちゃんと行くっていうことはあんまりしっかりしないそうです。勉強はちゃんとするんだと思うけども、違うじゃねえか、223系じゃねえか。あれ、久しぶり、朝にしては久しぶりの223件2000万ですね。多分あれは京都じゃないな、米原とかその辺か、安かな、安発だと思いますね。安発番手は小行きの普通だと思います。なんかダイヤちょっとね、昨日もパッと見て、あ、そんなんがあるんだとかちょっと考え込んでたんですけど、とか言ってたらですね、反対側からも新快速が来るというわけです。朝の時間帯のくせにもう本当に下りは12両が来ないんですよね。なんていうことでしょうか、よくわからないんですけども、1回見たことがあるのですね、4両編成でなんかぶっちぎるような、なんか快速が走ってたことがあって、もうあれふざけてるのかと思ったことがある。
ありましたよね。まあ、ふざけてるのかって、まあ、ダイヤの運行上そういう関係になったんでしょうけども。そしてとても指が冷たいです。はい、以上。さて、今一度下り方面の列車、次の列車何が来るか見てみましょう。今ね、現在時刻7時18分で、はい、次3時1分ですね。じゃあまあ大体10分に1本間隔で来るんだね。信号が青になったと同時にね、またあれはなんだ、また上り、上りはねクソ多いんですよね。あ、クソとか言ってしまった。これは悪い癖でした。本当にで、まあ、クソという言葉にはちょっとねよろしくない意味が含まれておりまして、あまり使ってはよろしくないんですけども、はい。次に上り方面に来る列車は上りの新快速かな。まあ停車かな、あれは。7時21分発、普通、大阪行きですね。だからあれは舞子たるみ様を通過する類のものです。まあ、世の中にはね、舞子たるみ様を通過する快速ほど キモいものはないという、まあ、そういう定理が成り立ってまして、これはね、もう上り方面だから12両で走ってるんですよね。こちら225系の100番台。まあ、こんなものはね、頻繁に走っているということですから、まあ、JR 神戸線はそれは遅れても仕方ないなと。まあ、遅延回数では、まあ、全国で関西の中では1位と呼ばれているような路線ですし、ちなみにね、今年のちょっと遅延回数のあれ見てみたんですけども、舞子たるみ、じゃない、妻かな、妻が一番多いとか、その点。はい、2000番台ですね。大阪行き、なかなか大阪行きってのは見ることができないんですけども。こちら大阪行きが発車する予想のまままた見てみましょうということで、7時21分ですね。あと20分くらい撮影しようかな。あと20分撮影したら43分もカメラ回してることになるんですけども、まあそれは仕方ないです。手がかじかみようがどうしようが。はい、寒っ。はい、あちら大阪行きの普通電車が発車していきました。大阪行きの普通電車というものはですね、まあこの12両で運行されてるわけですけども、大阪行きと聞いて、まあ大阪まで行くということが想像できるんでございますけども、途中ですね、舞子たるみ妻という駅はですね、通常の快速では止まる駅なんですけども、この快速は舞子たるみ妻には止まらないということで、皆さん上り方面、神戸より向こう行くときね、この辺から乗るとき、皆さんね、注意しないとね、舞子たるみ妻で降りようと思ったら、新快速のように行かれて、まあ、兵庫まで行って、兵庫でまた乗り換えるってことになりかねないのです。それが、ないよう、今、ご注意ください。はい。あ、そうだ。すぐ踏切がなんだよ。また上りかよ、本当によ。先ほどの切符なんですけども、おい。魚住普通入場券買いました。はい、普通入場券で入ってますので、もちろんここから移動することはできないんです。まあ一回出るんですけどもね。あのように上り列車がやってまいりました。あれは何かな。はい、朝頻繁ですね。またバスがいらっしゃいました。20分に1本ぐらいの間隔で出てるのかな。まあ、ルートが違うから、また同じところを通る違うルートだとすると、まあ、そんなに頻繁ではないんですけども、それは嬉しい限りでございます。皆
皆さん、これがですね207系というものでございまして、207系の特徴として、貫通扉というものがあるんですけど、貫通扉というのは、まあ、中のことですね。それが、まあ、7両編成のうち、なんていうんですか、ほとんどの号車にですね、窓がついてまして、それがシフトしていると、今ずれてるんですよね、要するに。はい、そういうものになります。はい、くしゃみをしてしまいました。まあ、あれは207系というものです。まあ、207系というのは 3両足す4両、それで7両になっているわけでございます。逆に321系という電車でですね、7両編成固定ということで、まあ、継ぎ目がない、継ぎ目がないって言ったらいいのかな、継ぎ目がないということで、まあ、あの車内からあれがしやすいということですね。それに限ります。ガチで寒いですね、本当に。あ、やべ、危ない危ない、手袋落としてしまった。よいしょ。またバスが走ってるよ、本当に。朝の時間帯一体何してんだ。ちょっとカメラが悪くなります。ちょっとね、本当に寒いんで手袋つけないと死ぬんですよ、本当に。左手で構えるか。やべ、めちゃくちゃ構えにくい。どう構えるのが一番いいんだ。こうか。やばいやばい、ずっと同じとこにいててもですね、ああ飽きるので、向こうの方にでも行きますか。じゃあ、やばい、寒い、本当に寒い。本当に寒いですね。カメラが一旦切ります。なんか来たんですね。ということで、どうもこちら側に移ってきました。今度やってくる7時31分発姫路方面網走行きの列車です。8両で来るということで、まあ、こちらも快速ですかね。いや、反対側からも来るわ。本当にね、まあ、このように反対側に移動してきたわけですけども、まあ、この列車は8両編成でもやってきたわけでございます。こちら223系の2000番台。反対側からもやってくるね、225系の100番台です。音がいいですね、本当に。出発到着の音が最高でございます。2番乗り場から普通姫路方面
沿道で あっちも出発するようですが、何ですかこの天気、もういかにも天気が悪そうですよね。現在時刻は7時31分。泣いてますよ。ああ飛んでった。はい、ということで、まあ快速が出発した後にはすぐまああるものがまあ来るんですけども、そちらは新快速電車がですね、新快速電車で、まあちょっと若干詰まり気味で走ってるんだかな、この時間帯は。何せ10分に1本。それで通常の、まあ、対比のあれ使ってるんですから、そうなることは仕方ないと思われますね、はい。まあ、堂々と、魚住と書かれておりますが、まあ、魚は住んでおりません、はい。魚は住んでる、まあ、戸籍にはないだろうな。大久保と、魚住がありまして、土山、実はあれですね、通過じゃなくて各駅停車でした。なんと驚きですよ、各駅停車が来るなんて思いもよりませんでした。あちらも207系未更新ですね。おーおーおー、ちょっと待って、あれは東西線経由名古屋行きじゃないですか。東西線経由名古屋行きというのはですね、東西線と新快速線、まあどうでもいいです、はい。朝からね、東西線経由の列車が見ることもできる。長尾という地名がどこかね、あんまりはっきり覚えてないんですけども、長尾というのはですね、JR 神戸線ではなく、途中尼崎から東西線という線路に入りまして、大阪、そして京都方面、京都の南の方ですね、南京都って言ったらいいのかな、そちらの方に行くようです。いや、そろそろさっきのとこ戻るか。いや、また鳴ったわ。なんかね、下り1、上り3の間隔ぐらいでも来ちゃうんですよね、この列車が。下りが普通しか来てないのに対して、10分、1本ぐらいの普通しか来てないのに対して、なぜか知らないんですが、上りの快速だとか普通だとか新快速がまあまあまあ来ると。それはですね、これがまあ始発駅に近いというのもあるんでしょうけども、まあ、こんなにねこういう状況になってるというのはあまりませんよね。次は上りのなんか通過列車らしいです。
り若干ちょっと遅めに走ってるのかな。ああ、まあ、そしてあのように、まあ、また列車が上り列車来るわけです。では、特徴としてはですね、この辺りのというものは、上りが3本、4本とか来るのに対して、下りが1本、2本しか来ないと、まあ、そんぐらいに差が大きいよということです。しかも、両数とかは上りほとんど12両とか8両、まあ、一部7両とかもあるんですけど、12両とかで走ってんのに、なんで下りだけ、4両とかで走るバカもいれば、7両で走るやつもいるんだっていう話なんですけども、それには下りのお客さんと上りのお客さんのまあ比率というのがありまして、それがまた違うんですよね。その点もね、しっかりご理解いただければということで、はい、台車がとてもうるさいございます。後ろの方行きますか。今度は下りの新快速ですか、あれは。鳴らされないように気をつけないとね、本当にちゃんと黄色い展示ブロックの内側に皆さん入りましょう。あと後ろ向きながらちょっとはみ出そうになってると本当に鳴らされるから、それで驚いてまた黄色い線の外に出るというのは、ああ、もってのほかということで、しっかりと、まあ、内側に入っていますから。早いね。はい、あちら225系の200番台、100番台ということで、ちょっとね一旦カットしました。また電車が参りますということで、列車が来るようです。またタコバスだ。本当に多いっすね。いや、もう同じルートを被ってるだけだとは思いますが、ちょっと朝の時間帯多いなと感じるところであります。あちらも207系ですね。ということでですね、この辺でこの魚住駅観察ということで、まあ、魚住駅のこのなんて言うんでしょう、発着の様子というものはこの発車をもって、まあ、終わりたいと思います。結構長い時間撮影しててね、指が死にそうなんですけども、はい、これをもって終了したいと思います。では皆様ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう、次回の動画で。